やっぱり街中から見える山並みが冬に初めて来たんですけど、もうすごくこうダイナミックで、なんかなんていうんですかね、こう日本でありながら外国みたいなっていうか、そういうそのまあ景観に初め惚れたっていう感じですね。はい。まあ、今の結婚してる妻と富良野で出会ったっていうのがまあ一番大きいですし、あとはそうですね、結構他から移住されてる方が多くて、でそういう方と知り合えたっていうところで、まあ面白い街だなと思えたので、はい、まあ、この移動販売という形でやっていって、まあ、その後もしそうですね、軌道に乗れば、まあ、もしかしたらお店を持つっていうこともあるかもしれませんし、もしかしたらやっぱり農業への希望が捨てきれなくて、農業収納への道をまた模索するかもしれません。ちょっと今は、はい、まだ未定ですけども、はい。